J フロントリテイリング大丸松坂屋百貨店大丸大丸は J フロントリテイリンググループの大丸松坂屋百貨店が運営する日本の百貨店である。また株式会社大丸は2010年2月28日までこれを運営していた企業である。京都発祥の老舗百貨店で五福店を起源とする大阪、京都、神戸、東京、 札幌に主力店舗を構えており、震災橋店が本店にあたる。売上高1000億円を超える店舗は存在しないが、主力店舗はどれも比較的高い売上を誇り、この6店舗だけで単体の91%の売上を占めている。特に本店の震災橋店は高級百貨店として、関西において高いブランド力を誇る。歌川広重、名所江戸百景より、 大馬町五福店。店の前を、東領送りが行く。1717 17年に、下村彦右衛門正弘が、現在の京都市伏見区、京町北八丁目77に、五福店、大文字屋を開業し、五福省を、出発店として、両外省を経営していた。1726年に、大阪新災橋筋に進出。1728年に、 名古屋本町に名古屋県を開き、大丸屋と称した。幕末には高島屋に対抗して、幕府側に就いた。1908年11月、個人商店、大丸五福店を株式合資会社に転換。その際に、下村家当主であった第11代、下村翔太郎が、早稲田大学商家出身だった縁から、銀行家。 杉山義雄専務理事として迎え入れ改革に乗り出した。杉山は専務理事就任時に資本金50万円のうち3万円を出資し、従業員や別家が20万円を出資していたが、約40件の別家は休憩依然としていたところに杉山が急激な改革を実施。これが古手の店員や別家の反感を買い、さらに不況と重なったことから杉山は、 退人に追い込まれる。その後、1910年に、東京新宅会社の岩崎一が、改革案を作成し、ついで、大隈重信の圧戦により、日本生命社長の片岡直春が改革に乗り出す。同年秋には、東京、名古屋の両店を閉店する一方で、京都、大阪、神戸店を拡張して、再建に乗り出した。下村家も、 秘蔵の諸賀コットを売却して、約30万円を調達して、視力を増強。1911年1月22日に別宅会を解散して、積立金を割り戻す決定をした。1914年には大阪店が不渡り手形を出して、京阪2店が休業するなど、五福店から百貨店への転換過程では、問題が続発したが、幾度もの困難を乗り越え、 1928年に大丸と解消して近代化に成功した。高度成長期は三越と並び西の横綱と呼ばれたがバブル崩壊後に業績は低迷。奥田勤が社長就任後他の百貨店よりも一足早く1998年より事業構造改革に乗り出し国内不採算店舗の閉鎖や海外店舗の全面撤退。 人員削減に取り組んだ。一方で2003年には札幌店を回転式軌道に乗せている。結果として改革は成功し収益力を業界主位級に押し上げた。なお、店名の故障については通常店と案内されるが近畿圏の各店舗に関しては以前から店と案内されるのが通例である。直営店では札幌店、東京店は 店、震災橋店、京都店、神戸店、梅田店が店と呼ばれている。同地区の同業他店舗は公式にはすべて店を使っており、店の故障は珍しい。名物は、アン入りカステラまんじゅうに大の焼き印が押された大丸まんじゅう。現在は大丸梅田店と博多大丸福岡店人店で販売している。かつては神戸店でも販売していたが、 1995年の阪神・淡路大震災で製造機械が壊れて販売中止となった。その後、震災50年を記念して2005年に1週間だけ再現された。2007年9月3日、東海地方を拠点とする松坂屋との経営統合を発表。共同持ち株会社、J フロントリテイリング株式会社を設立した。2010年3月1日に、 松坂屋を存続会社とする合併を行い、株式会社大丸松坂屋百貨店が発足した。これに伴い法人としての株式会社大丸は解散している。何は百景より松屋五福店。大阪店の屋号が松屋なのは潰れかけていた名跡を譲り受けての開店だったため。1688年、京都伏見京町北八丁目に生まれる。 1748年5月15日没。父、下村三郎兵屋健誠は、摂津国茨城の武将中川氏の家臣の子孫で、大阪の陣の後で商人になった。正宏は、その大五子で三男として、後継ぎとなり、19歳の時に、不祖の古着屋、大文字屋を継いで行商を始めた。30歳で、京都府趣味に商店舗を開いた後、 八文字や陣営門と共同出資で震災橋筋に下村松屋を開店、名古屋店から大丸を名乗り、1731年から単独経営となった。立儀で誠実な性格で現金賞札販売をモットーに合商となっても先着ごりの人であったことから、大塩平八郎の乱の際にも偽証であるとして襲撃を免れたと言われる。背が低く、頭が大きく、 耳たぶが垂れ下がった風貌で人情に熱く商売を成功させたことから福助人形伝説の一人として伝えられるようになった。創業者の下村彦右衛門正弘が1736年大丸総本店大文字屋回転時に定めた経営理念。千義語リイコール義を先にして利を後にする者は栄える。義とは商売における正しい道。 公共のために尽くす気持ちを意味し、顧客第一主義に徹すれば、利益はおのずからついてくるという考え方に徹した。下村は毎年冬になると背書きとして、貧しい者に食べ物や古着や金銭を施し、人の集まる自社に大丸マーク付きの灯籠や手ぬぐいを大量に寄付するなど、今でいうボランティア活動を行って、利益を社会還元していた。 このため1837年の大塩平八郎の乱では百姓一気により利を優先させた富豪や大商人はことごとく焼き討ちにあっていたのに対し大丸は偽証なりおかすなかれと部下に命じていたため焼き討ちを免れたと伝えられているこの精神は現在も大丸の企業理念として継承されている創業時の大文字屋の名は京都御山の送り火の 大文字にちなんで付けられた。名古屋進室にあたり、丸の中に大の字をあしらった商標を使い始め、広く一般に大丸と呼ばれるようになった。丸は宇宙を表し、大の文字は一と人を組み合わせて成り立っていることから、天下一の商人になろうという志を示した。江戸進室に際しては、このマークを染め抜いた萌え基地の風呂敷を大量に、 作り商品を包んで運んだ。その風呂敷が派手で非常に目立つものだったため、江戸っ子の間では大となり、開店前から多くの人に認知されるようになった。風呂敷自体が江戸前期には銭湯に行く時にすら使われていなかったのにもかかわらず、大流行することになった。大丸や江戸店での風呂敷の売り上げは、1750年には14,500枚だったが、 1828年には6万670枚と4倍に増加。商人ばかりでなく、一般庶民が品物を運ぶ際に使う当たり前の道具として定着することになった。各して大丸屋は、越後屋、白木屋と並ぶ江戸三大五福店と称されるまでになったのだった。1913年に類似商標と区別するため、おめでたい、753三日なんで、 一の左端に三本、人の字の下端左に五本、右に七本のヒゲをつける改定を行って登録、以来70年にわたって親しまれた。1983年の CI により、シンボルマークは、苦弱をデザイン化したものに変更され、現在に至っている。ただし正式な車掌は、現在も、753ゲの大丸で、五福の放送。 一部店舗の外装にも残されている。2010年3月の大丸松坂屋百貨店の発足後は各店の正面入り口脇の店名の名板の表示も、丸二大のマークと、大丸創業1717 17年と記されるようになった。ちなみにそれ以前の名板は、上部に丸二大のマークが、苦弱の羽根で縁取られ、その下に、株式会社、大丸座大丸、 インクと記されたものであった。特に、震災橋店のものは、創業1717 17年の文言が当初から記されていた。なお、梅田店の正面入り口の名盤は苦弱を、モチーフとした CI マークに、大丸梅田と記されたものであったが、2011年4月19日の増殖グランドオープンに合わせ、丸2台のマークのものに変更された。 大丸は積極新種の側面もあり、早くから日本国外ブランドとのライセンス契約やプライベートブランドの開発も行ってきた。1953年にクリスチャンディオールと独占契約を結び、ライセンスによる国内生産が始まった。店内にディオールサロンを開設、輸入されたディオールの型紙を使用し、自社でオーダーメイドの服を製造した。 そのお披露目として、大阪、京都、神戸で初のファッションショーも開催している。これは、日本初の海外デザイナーとの提携となり、他の百貨店も追従したばかりではなく、アパレル業界全体に広がっていった。買い付けと京都地区での制作を担当した磯村春を校長として、その要塞教育を伝播すべく、大丸ドレスメーカー女学院を京都店6階に開校した。 1964年からは金棒がディオールの独占販売権を獲得。1997年秋からはクリスチャンディオールジャポン社が独自に店舗展開を開始。現在、大丸各店にはショップを出店する形になり、大丸以外の百貨店にも出店している。ディオールと入れ替わりに1964年からジバンシーと独占契約。 オードリー・ヘプバーン御用達ブランドで、長らく大丸の顔とも言うべきブランドだった。トロイの戦士を意味する大丸の紳士服で、日本で最初のプライベートブランドである。1959年に開始され、既省紳士服の先駆けとなった。十字屋定型時代は十字屋、清水屋でも取り扱いがあった。当時の日本には、既省服製造のための大規模な工場が少なく、 生産効率が低かった。このため、規制服のサイズは、特大、大、中、小の4種類に限定されており、紳士服はテーラーで注文して作ることが一般的だった。大丸は、日本人の体型によりフィットする洋服として、開発すべくアメリカ規制服会に精通し、自らもテーラーを経営するな、古ミ一を招兵し、技術指導を要請した。 当時最新鋭の二十数種のプレスマシンなどの技術を導入し、アメリカ式の流れ作業のシステムで製造工程の合理化を行った。サイズの故障も Y 体、A 体、AB 体、B 体など29種類を展開したのもトロージャンが初で、それが業界全体に広がることになった。日本人の前屈体系にフィットさせるため肩の形状も変更し、 これに合わせて湾曲したハンガーも開発した。これも、業界発の試みだった。発売時の価格は、ウール100%の生地を使用したスーツで1万3000円からで、オーダースーツと変わらない、価格水準で大成功を収めた。CM には、1966年にダークダックス、1970年代は、ジュリアーノ・ジェンマなどを起用し話題を呼んだ。現在も、 お台場立て、脇差し、シリシック、キュプラウラジなど、ワンランク上の仕様を採用するなど進化を続けている。震災橋店梅田店1983年、開店。大阪駅駅、ビルサウスゲートビルディング地下2階から地上15階。店舗面積は、従来4416平方メートルだったものが、2011年3月から、順次増床部分が開業した後、 同年4月19日のグランドオープン時には、既存部分と合わせて6万4000平方メートルとなった。新百貨店モデルの集大成として、東急ハンズやユニクロ、ポケモンセンター大阪など、大規模なテナントが出展している。京都店1717 17年、創業者の記事にて創業。伏見京町北八丁目は、京阪電鉄丹波橋駅北方で、京都の中心地ではなく、 郊外だった。1729年に、仕入れ店を置いた柳のバ,ンバー屋の工事は、現在地より東南東方向200メートルに位置した。1736年大丸総本店、大文字屋を構えた、東道院船屋町は、市営地下鉄、唐島お池駅付近と現在地より一駅北隣に、位置していた。また、百六十三年に新選組が揃いの、 割りばおを調達に訪れたのは、これとはまた別に設けられた松原店で、松原通美ゆき町、寺町間の北側、京阪電鉄清水五条駅から鴨川の東岸だった。1912年、京都大丸が市内中心部の市場ガラス丸に開店。ここが現在の京都店の所在地である。現、京都店の店舗面積は5830平方メートル。 震災橋店と同じく、ボーリズ設計であるが、市場通り側の外壁は改装されている。なお、下村家の邸宅であった、京都、カラスマ丸田町上がるの大丸ビラ、中道圏は、チューダーダゴシック様式の豪壮な建築として知られている。この建物のほか、5つの周辺店舗がある。松坂や高月店も運営上、京都圏の分店扱いとなっている。なお、 付近の市場河原町に位置する若者向け百貨店の富士大丸と当店とは関係はない。神戸店神戸店店内の様子阪神神戸三宮駅に直結する神戸阪急を抑えて売上高において神戸市内最大である。神戸一の繁華街である三宮元町エリアの地域一番店。1913年神戸元町四丁目に 大丸五福店神戸出張所として開業。1927年、赤市町の現在地に移転。その後増改築を繰り返し、本館、西館と南館、別館、アネックスで一ブロックを構成している。本館ビル設計は、村の東後。38番館は、リズ設計の旧ナショナルシティバンク、神戸支店の建物である。1995年の阪神。 淡路大震災で最も古いトアロード川の本館が損壊。売り場の3分の2を失い、以降部分営業をしていた。1997年に被災した本館を解体して新ビルを建設。地下2階地上10階、店舗面積5656平方メートルとなる。施行は大林、戸田、三菱、北の共同企業体で、総工費は200億円。 旧居留地のモダンな雰囲気を守るという観点から、外装には、見陰石が用いられ、北側と東側にコリドール、ガス灯23機を配するなど、近代洋風建築の衣装を取り入れたものになった。特に夜間のライトアップされた姿は、幻想的で、日本で最も美しい百貨店の呼び声も高い。再オープンの3月2日初日には、震災前の休日を上回る12万人が、 来店、10億円を売り上げ、長らく売り上げで水を開けられていた総合神戸店を抜いて、地域一番店となった。スマ店アシア店、大丸インテリア館、ミュゼエール東京店1954年10月、東京駅八重洲口直結の、株式会社鉄道会館八重洲本館に開店。店舗面積3万1500平方メートル。 東京駅直結のターミナルデパートである、旧大丸五福店が明治期に閉店して、以来、44年ぶりの東京再進出を果たした。開店初日には20万人が来店した。東京店開業以来、東京駅と京都駅には、行きも大丸、帰りも大丸というキャッチコピーの広告が掲示されるようになった。開店の際には、東京ではすでにゲップの、 大丸百貨店がチェーン展開していたため、名前の競合が問題になりに社間で協議が持たれた。その結果、百貨店の大丸には百貨店をつけず、株式会社大丸、月分の大丸には百貨店をつけ、株式会社大丸百貨店とすることが取り決められた。大丸には広告宣伝においては、愛称としてライフアップ大丸とも称し、マークは 大丸とは全く異なるデザインを使用していた。2007年10月31日に一旦閉店。ペデストリアンデッキ、グランルーフと駅前広場整備のため建物は取り壊された。同年11月6日にグラン東京のオスタワーに移転。住所など詳細はグラン東京を参照。2段階に分けて建て替えられ、第1期分では、 地下1階から13階店舗面積3万4000平方メートルに入居。第2期工事終了後の2012年10月5日に4万6000平方メートルに増床して、グランドオープン。地下3階駐車場も完備した。札幌店札幌駅南口 JR タワー西ブロック。店舗面積4万5000平方メートル。札幌駅直結のターミナルデパートである。 立地環境の良さも手伝い、2009年からは地元の老舗百貨店の丸2い前を抜いて札幌市の地域一番店となった。旭川西部が2016年9月末に閉店したため、日本百貨店協会の加盟百貨店では最北に位置する店舗となっている。なお、札幌市中央区南市条に所在する大丸富士セントラルは全くの別会社である。 下関店、下関店、シーモール下関と隣接する大丸下関店、山口県下関市の JR、下関駅東口にある複合商業施設、シーモール下関の各店舗として出店。かつては連結市会社の株式会社下関大丸が運営する、下関大丸であったが、2020年3月1日に、株式会社、 大丸松坂屋百貨店が株式会社下関大丸を九州合併し店舗名は大丸松坂屋百貨店の直営店舗として大丸下関店に改められた松坂屋については当該項目を参照連結市会社運営店舗非連結関連会社運営店ポジシ編集売り場大丸新長田店セントラルバイイングシステムとは 本部集中仕入れのこと。本来、日本の百貨店は、チェーンストアではないので中央仕入れは行わないものとされていたが、大丸には、名古屋店に進出した江戸時代から、すでにこの思想が存在した。小舟現金かけねなしの一物一加性を実現するため、1729年京都、柳の番場綾の工事に、仕入れ店を置いたのがその始まり。 五福の生産地であるタンゴや気流に担当者を常駐させ、本社集中仕入れイコールセントラルバイイングを行う。一方、販売にあたっては、顧客目線イコールダイレクトマーケティングもした。それこそが、戦技ごり思想に基づく商売のあり方と創業者下村は考えて、具体化していたのだった。1970から80年代、総合スーパーの台頭に対応して、 大丸の出店していない地方の百貨店との連携も模索。すなわち中央仕入れ機構、大丸、松坂屋 CBS グループで、1970年1月20日以下の10社のグループが加盟。トロージャンほか、大丸商品の供給、中原製募のバーゲンセール及びギフトの共同企画、配送、商品券、ショッピングボンド等の相互利用を実施した。 1990年代に日本百貨店協会の全国百貨店共通商品券が登場し、ショッピングボンドは廃止。また、加盟店の中にはスーパーの参加になるものが出てきたため、地方百貨店とのネットワークは消滅した。しかし、松坂屋との提携はさらに進化し、J フロントリテリンググループを形成するに至った。なお、上記グループのほか 以下のようなスポット提携もあった。1962年小田急百貨店との商品券の相互利用。1994年三越と配送業務提携。東京地区を三越、大阪地区を大丸が担当。翌1995年には三越と商品提携を行い、相互の商品が各店店頭に並べられた。この記事は、 以下のカテゴリでも参照できます大丸心裁橋店に関するカテゴリ。ありがとうございます。